山陽道ヒル、特急博多号山陽道ヒル、特急博多号山陽道ヒル、特急博多号は JR バスグループのヒル特急の一路線で大阪府大阪市、兵庫県神戸市と福岡県福岡市を結んでいた高速バスである。2011年3月31日限りで運行休止となった。山陽自動車道、九州自動車道経由で 大阪市と福岡市を結ぶ高速バス路線で2003年4月18日運行開始。1994年にサザンクロス・博多号が廃止されて以来9年ぶりの JR バスグループによる関西・福岡間の路線でサザンクロス・博多号とは異なり長距離を中高で運行する昼特急となった。 大阪福岡間の夜行高速バス、ムーンライト号の運賃片道1万円に対し、道路線は運賃が片道7000円と定廉に設定されていた。運行開始当初は、関西地区での停車地は、大阪駅桜橋口のみであったが、2004年3月16日に、三宮駅、JR 南波駅を追加し、ムーンライト号が停車しない、南波地区。 神戸市内での乗降が可能となった。運行開始間もない頃の鉄道ジャーナル誌2003年10月号の記事によれば、平均乗車人員は20人程度であったという、2011年3月31日をもって休止された。博多駅交通センター、小倉南インター三宮駅大阪駅、桜橋口 JR 南波駅始発地を、 朝9時台に出発し夕方に終点に到着するダイヤで運行開始当初は大阪駅博多駅間を途中小倉南インターのみに停車して運行していたため全区間の所要時間は8時間9分であったが後に南波と三宮駅にも停車するようになったため全区間の所要時間は約9時間30分に伸びた途中白鳥 PA で15分間 福山 SA で20から30分間、沼田 PA で10分間、水戸 SA で10分間の休憩があった。上下便とも、沼田 PA で、西日本 JR バスと、JR 九州バスの乗務員が交代していた。運行開始当初は2人乗務だったが、末期は交代で1人乗務となっていた。ダブルデッカー、3列独立シート、フットレスト、レッグレスト、トイレ、 スリッパ両車とも、三菱エアロキングが使用されていた。西日本 JR バスは、他路線との共通運用。JR 九州バスは専用車として一台のみ、導入し、検査時には、他路線用のスーパーハイデッカー車が代走していた。休止後はそれぞれ他路線に転用された。JR 九州バスの専用車は2011年4月12日より、 同社が単独で運行開始した福岡、宮崎線の一部便に使用されていたが、2012年3月19日の運行をもって終了し、その後、同年4月1日から9月17日まで、福岡、山口ライナーにおいて、臨時便として増便されたうちのノンストップ便1往復に使用され、同年12月21日からは、多客機に運行する。 夜行高速バス、鹿児島ドリーム、広島号に転用された後、サンシャインエクスプレスに売却された。山陽道ヒル、特急博多号の運行休止について、西日本 JR バス、2011年2月18日、鹿児島ドリーム、広島号運行開始しました。JR 九州バスブログ、2012年12月21日、ありがとうございます。